さあ今回もサンダーランド監督キャリアやっていきたいと思います。まずは簡単に前回の動画を振り返りたいと思います。前回はこちらのブラックプール戦から4試合見てきました。まあそうですね、前回の試合に関してはリーグ戦3試合とまたね、カップ戦1試合という形だったんですけれども、まあまずは何といってもカップ戦ですかね。EFL トロフィーの決勝戦があったんですけれども、まあ、こちらちょっと PK 戦まで行って、まあ惜しくも負けてしまうという形になってしまいました。まあそうですね、ちょっとこのカップ戦でタイトル取れなくて、まあリーグ戦もちょっと現在思うようにいってないんですけれども、まあなんとか最後のね4試合目で、自動昇格圏2位のスウィンドンタウンを倒して、現在まで来ています。はい、そして今回はですね、こちらのバートンアルビオン戦から試合を見ていきたいと思います。まあそうですね、いつも動画1本でね4試合見てるんですけれども、まあ今回ちょうどこの5試合やるとシーズンが終わるという形になるので、まあ今回の動画に関してはまずこの5試合をやっていこうかなというふうに思います。はい、それでは1試合目のバートンアルビオン戦までの週間スケジュール見ていきたいと思います。今回はですね、まずリカバリーを設けて、練習休息、練習2日やって、試合前日もう一度休息を取って試合に臨みたいと思います。はい、それではバートンアルビオン戦見ていきたいと思います。まず今回のスタメンに関しては、センターバックの方は、ライト選手とボルドウィン選手の2人で組んでいます。そして、前線2トップは、グリク選手と、久々の出場となるワイク選手で2トップを組んでいます。その他は特に変更はありません。はい、それでは試合の方を見ていきたいと思います。まあそうですね、あとリーグ戦も残り5試合ということなので、まあ1試合も負けるわけにはいかないといった、まあ状況であります。まあそうですね、自動昇格圏のチャンスもまだあるので、できればね5戦全勝を目指してやっていきたいなと思います。まあ、あとそうですね、前回の動画に関しては前半にね相手に先制を許すといった形が目立ったので、まずはねその部分をちょっと今回の試合ではなくしていきたいなというふうに思います。はい、前半30分が経過しています。まあ今のところサンダーランドねちょっとまだシュートがないので、まあ、まずそのあたりですね、シュートを狙っていくところから、まあ、始めてもらいたいですね。はい、前半37分ですね、グリク選手のゴールでサンダーランド先制となります。まあ、そうですね、このグリク選手非常に最近は好調で、まあ、リーグ戦でもね多くのゴールを奪っています。まあ、前半のうちに先制できたので、この調子で試合の方も進めてもらいたいですね。意表をつくパス、アタッキングサードに入ってきた、抜いた、周りを確認したい。はい、前半45分ですね、パワー選手のゴールで、サンダーランド2点目となります。まあ、前半で、2点リードという状況で、今回は折り返しとなります。はい、それでは後半見ていきたいと思います。まあ、そうですね、前半に関しては非常にいいペースで得点を、取れているかなという印象です。まあ、ディフェンスに関しても問題なくできているので、まあ、後半は今の、状況を維持して試合の方を、ね、進めてもらいたいところです。まあ、あとはちょっと得失点を稼ぐためにも、3点目4点目といった形で、まあ、得点の方も、ね、狙っていきたいですね。はい、試合時間80分を経過しています。まあ、今のところはそうですね、特に問題はなく試合の方は進めてられてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、この調子で残り時間もね、集中して無失点で抑えてほしいところです。はい、90分ですね、サンダーランド3点目が決まりました。グリック選手のゴールですね。まあ、今回3対0で、サンダーランド勝利となります。はい、それではバートンアルビオン戦を終えての順位確認していきましょう。サンダーランドは勝ち点70で、現在4位となります。まあ、そうですね、今回の試合に関しては3対0の勝利ということで、まあ、内容も非常に良かったんじゃないかなと思います。まあ、そうですね、現状だと、自動昇格圏2位のスウィンドンタウンとは、勝ち点差4ということなので、まあ、十分にね自動昇格の可能性も残しています。
まあ、あと注目すべきポイントとしては、サンダーランドに関してはリーグ戦の試合がね、1試合少なくなっているので、まあそうですね、残りの試合もすべて勝ち点を、取れると、まあ、非常に自動昇格権の可能性も高いかなっていうふうに思っています。はい、それでは続いてのノーサンプトンタウン戦までの週間スケジュール確認していきましょう。次の試合までは中3日ですので、リカバリー練習休息をそれぞれ1日設けて、試合の方に臨みたいと思います。はい、それではリーグ戦ノーサンプトンタウン戦見ていきたいと思います。今回のスタメンに関しては前回からの変更はありません。まあ、前回の試合で、まあ、非常に良いパフォーマンスを見せたので、まあ、そのままね同じメンバーを使って今回の試合にも臨んでいきたいと思います。はい、それでは試合の方見ていきましょう。まあ、そうですね、前回の試合に関しては、3対0の快勝だったので、まあ、今回も勝利してまずはね連勝を狙っていきたいところです。まあ、本当に一力はねちょっと自動昇格とのチームの、ね、勝ち点差が大きく開いていたんですけれども、まあ、なんとか4まで、ね、縮めることができたので、まあ、今回の試合に関してもまずは前半で先制をして、勝利を、ね、目指していってほしいところです。まあ、そうですね、最低でも前半無失点で折り返すといったところを目標にしてもらいたいかなというふうに思います。まあ、できれば前半で先制を狙ってほしいところなんですけれども、まあ、まず失点せずに折り返せれば十分かなと思います。はい、前半31分グリーク選手のゴールでサンダーランド先制となります。まあ、そうですね、グリーク選手に関しては 2試合連続ですかね、まあ、前回の動画も多分点数取ってるかなと思うので、まあ、もっとそれ以上連続でゴール取ってるかなと思うんですけれども、まあ、グリック選手非常に好調ですので、まあ、この調子でどんどん、ね、追加点も狙ってほしいところです。はい、45分ですね、ノーサンプトンタウンのゴールで、再び試合を振り出しに戻されました。まあ、ちょっと前半残りもう少しだったんですけれども、まあ、ちょっと追いつかれて後半に折り返しとなります。はい、それでは後半見ていきたいと思います。まあ、できればね無失点で折り返したかったんですけれども、ちょっとね前半最後で追いつかれてしまったので、まあ、なんとかね早いうちに後半修正して再びリードを奪っていきたいところですね。はい、選手2人変えました。まずは前線のワイク選手に代わってグラバン選手が入ります。そしてもう1人は左サイドハーフのオブライエン選手に代わって、マクギリー選手が入っています。はい、試合時間75分となりました。まあ、ちょっと残りの時間も意識しつつ、試合の方を進めなくてはいけないんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、なかなかね後半に関しては相手のゴールに、ね、攻め込むシーンというのがちょっと少ないので、まあ、なんとか残り少ないチャンスをものにしていってほしいですね。はい、試合の方終了しました。今回は1対1のドローとなります。はい、試合を終えての順位確認していきましょう。サンダーランドは勝ち点71で3位となります。まあ、そうですね、今回の試合に関しても、勝利するチャンスはあったんですけれども、まあ、ちょっと結果としては引き分けという形になってしまいました。まあ、そうですね、自動昇格圏のスウィンドンタウンとは、勝ち点差3ということなので、まだね可能性ありますので、あとね残りの試合も、勝利を目指してやっていきたいと思います。はい、それでは続いてのアクリントンスタンリー戦までの週間スケジュール確認していきましょう。今回ね中2日ということなので、リカバリーと休息で、選手のコンディション調整をメインとして、試合の方に臨みたいと思います。はい、それではリーグ戦アクリントンスタンリー戦見ていきたいと思います。今回のスタメンに関しては、前線の、ワイク選手に代わってグラバン選手がスタメンとなっています。その他の変更は特にありません。はい、それでは試合の方見ていきたいと思います。
はい、リーグ戦もね残り3試合ということなので、まあ、残りの試合すべてね勝てるように、やっていきたいかなと思っています。まあ、そうですね、まずは、はい、前半15分ですね、 PK のチャンスですね。サンダーランドここで決めると先制になります。はい、残念ながらね PK を外してしまいましたね。ちょっとまあこの後もね粘り強く相手のゴールにねこう攻めていきたいですね。まあ、できれば先ほどのね PK のチャンスを決めていればね先制だったんですけれども、はい、前半20分にアクリントン・スタンリーのゴールで、サンダーランド失点ですね。まあ、ここで、まあ、相手に先制を許すといった形になっています。まあ、ちょっと厳しい展開になってますので、まあ、できればね修正をして前半でね追いつけるようにやっていきたいと思います。そうですね、ちょっと PK 外してその後にね失点するといった形は非常にね良くないかなと思います。まあ、前半に関してはこれ以上の失点はしないようにして、なんとか早いうちに、試合をねまた振り出しに戻せたらなというふうに思います。はい、前半終了です。前半は1対0でアクリントン・スタンリーリードで折り返しとなります。はい、それでは後半見ていきたいと思います。まあ、そうですね、まずは何といっても早い時間に、得点を奪ってまた試合をね振り出しに戻すことですね。ちょっとそれがねできないと、まあ、またね勝ち点を取りこぼす形になってしまうので、まあ、そこはなんとかね達成してもらいたいところです。はい、56分ですね、グリック選手のゴールで、サンダーランドですね試合を振り出しに戻しました。まあそうですね、後半始まったばかりでまた追いつくことができたので、まあ、今度はね逆転に向けて、十分時間もありますので狙っていきたいなというふうに思います。はい、ここで選手1人変わっています。前線のグラバン選手に代わってグラハム選手が入りました。まあ、なんとか残りの少ない時間なんですけれども逆転を狙って、残り時間で、ね、取り組んでもらいたいかなと思います。はい、試合の方終了しました。今回の試合も1対1のドローとなります。はい、それではアクリントン・スタンリー戦を終えての順位確認していきましょう。現在サンダーランドは勝ち点72で、4位となります。まあ、そうですね、順位の方は一つ落としてしまったんですけれども、まあ、注目すべき点としては、2位のスウィンドンタウンと、勝ち点差が2点差ということでまたね勝ち点差が縮まっています。まあ、そうですね、今回の試合に勝てると、まあ、勝ち点で並んだんですけれどもちょっとねそのチャンス、逃してしまうといった形になっています。まあ、あと残り2試合ですね、まあ、ここをしっかり勝ってなんとか自動昇格圏に、進出できればなというふうに思います。オックスフォードユナイテッド戦までの、週間スケジュール確認していきたいと思います。今回は、リカバリー休息を設けて、練習と休息交互に、やって、試合の方に臨みたいと思います。はい、それではリーグ戦オックスフォードユナイテッド戦見ていきたいと思います。今回の試合は、前回からメンバーの変更は特にありません。はい、それでは試合の方を見ていきたいと思います。はい、前半16分オックスフォードユナイテッドが先制となります。まあ、ちょっとここに関しても相手にね先制を許す形となってしまいました。まあ、なんとか、そうですね前半で追いついていきたいかなと思います。はい、前半まもなく40分というところです。まあ、サンダーランドに関してはスタッツを見る限りちょっとねまだシュートも決定機もないといった状況になっています。まあ、ちょっとなかなか前半に関しては攻めあぐねてるかなという印象です。はい、前半終了しました。前半は1対0でオックスフォードユナイテッドリードで折り返しとなります。はい、それでは後半見ていきたいと思います。まあ、そうですね、後半に関しては、まあ、なんとかね、失点をせずに、まあ、この状況をキープして、
チャンスをしっかりものにしてですね、また試合を振り出しに戻すことから始めていきたいですね。ルイス・グラバン、さてどうやら他会場の試合で入れば同点となります。はい、71分ですね、グリーク選手のゴールで、サンダーランド追いつきました。まあ残りの時間もまだ少しあるので逆転に向けて、試合の方ね進めてもらいたいですね。まあグリーク選手に関してはもうここ最近ずっと毎試合ゴール決めているので、まあなんとか逆転弾も期待したいですね。はい、試合の時間残り少なくなってきました。まあ時間的にもここがラストチャンスかなというところですね。はい、試合の方終了しました。今回も、1対1のドローとなります。はい、それではオックスフォードユナイテッド戦を終えての順位確認していきましょう。サンダーランドは現在、勝ち点73で4位となります。はい、次節がいよいよ最終戦なんですけれども、サンダーランドが自動昇格圏に上がるための条件としましては、まず2位のフリートウッドタウンが、敗戦と、スウィンドンタウンがですね引き分けかもしくは敗戦で、サンダーランドが勝利して、フリートウッドタウンの得失点差も上回れば、サンダーランドが自動昇格圏の、2位に立つといった形になります。まあそうですね、この条件からすると極めて可能性は低いんですけれども、なんとか最終戦にね勝利して、まあ、望みをつなげたいかなというふうに思っています。まあ、そして、今回の試合の結果を受けて、ほぼですねプレーオフ圏内の順位は確定したかなという状況になっています。プレーオフ圏外の7位のクルー・アレクサンドラが勝ち点70なんですけれども、まあ、仮にサンダーランドが負けてクルー・アレクサンドラが勝ったとしても、まあ、勝ち点では並ぶんですけれども、まあ、得失点差で大きく、離れていますので、まあ、順位はね入れ替わることはないかなというふうに思います。はい、それでは最終節のポーツマス戦までの週間スケジュール確認していきたいと思います。最終戦までは、2週間間が空きます。週間スケジュールに関してはまずリカバリー休息を設けてから、練習2日休息1日といったペースで、予定を組んで、そうですね最後だけ、練習1日休息1日とって、最終戦ですねポーツマス戦に臨みたいと思います。はい、それではリーグ戦最終節ポーツマス戦見ていきたいと思います。今回のスタメンに関しては左サイドハーフの、オブライエン選手に代わってマクギーリー選手がスタメンとなります。はい、それでは試合の方見ていきたいと思います。はい、前半5分ポーツマスが先制となります。ちょっと試合開始直後にね、失点する形となってしまったので、またですね試合の時間まだねたくさんありますので修正してなんとかね追いついてもらいたいところです。まあ、ここ3試合は、相手にね先制を許す形となってしまったので、ちょっとねそこは良くないかなというふうに思います。はい、前半28分ですね、パワー選手のゴールでサンダーランド追いつきました。試合開始直後に失点したときはちょっとどうなるかなと思ったんですけれども、まあ、なんとか前半で、またね試合を振り出しに戻すことができました。まあ、この後は、まあ、前半はね失点をせずに、まあ、終えていければなというふうに思います。はい、前半終了しました。前半は1対1で折り返しとなります。はい、それでは後半見ていきたいと思います。そうですね、後半に関してはまずサンダーランドがねゴールを奪ってなんとかね逆転できるようにやっていければなと思います。まあ、ちょっと次の1点が、まあ、大きくね試合を左右するものとなるんじゃないかなと思います。はい、試合時間70分が経過しました。まあ、後半に関しては特に、まあ、両チームともに大きな動きはないんですけれども、まあ、なんとかそうですね残り時間でチャンスを作ってですね逆転をしていきたいですね。
はい、試合の方終了しました、今回は1対1のドローとなります。はい、リーグ最終節終えての順位こちらとなります。サンダーランドは勝ち点74で3位となります。まあそうですね、今回の試合に関しても、まあ、勝利することはできなかったんですけれども、まあ、なんとか、ね、3位で、フィニッシュすることができました。まあ、これによって、サンダーランドはプレーオフに回ることになりました。まあそうですね、まだ、昇格のチャンスがありますので、まあ、プレーオフしっかり勝ってですね、昇格をものにしていきたいところです。はい、続いてプレーオフの試合に移りたいところなんですけれども、まあ、今回ですね、動画もう5試合やってちょっとすでに長くなってしまっているので、まあ、一旦区切りとして今回の動画はここまでとなります。まあそうですね、次回の動画に関しては、まあ、いよいよね、こちらのプレーオフの、ウィンブルドン戦から試合を見ていきたいと思います。まあそうですね、まだ、昇格のチャンスあるので、まあ、しっかりね、ここホーム&アウェー方式のプレーオフになるんですけれども、まあ、勝ってですね、決勝に進んでいけたらなというふうに思います。はい、それでは今回はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。